はい、フミチャンネルです。今日は、大人気靴下です。ここ、鳥靴下、サマーバージョンですね。この靴下、鳥靴下の初期オールシーズンモデルがめちゃくちゃ大ヒットしまして、で一回履いたらやめれませんみたいな状態が、で夏用出さないんですかっていう声が非常に多かって、でずっと考えてたんですけど、結構難しいんです。これ今履いてるの、これで、ここまで短くしたらずれるでしょっていう、まあ僕も経験があったんですけど、靴を履いてたらずれる、もうそれが本当にきつくって、いろいろ考えて、まず説明しましょうか。これでいこうかな。2箇所で、普通は寸胴が多いんですけど、ここくるぶしのところで1箇所で、ここで1箇所、普通2箇所、この靴下は2箇所で、固定をするっていう状態だったんですけど、それでも不安だったので、もう1箇所ここに極太のシリコンを貼ってます。見える？このシリコン貼ってます、内側に。でこれも平らに貼るんじゃなくて、ちょっとカーブするようにして、このかかとのここの部分に沿うようにやってるんで違和感ないです。でかつこれ、まずずれることがないっていう靴下で、やっぱりね、足ってみんないろんな形があって、高高だったり幅広だったり、どれ履いてもずれるんですっていう人もう正直分かりませんけど、幅広高高の僕が履いて、で足のサイズ 27.5 の僕が履いてずれないんで、まあ大体の人がカバーできるんじゃないかなと思ってます。ずれたらもうごめんなさいとしか言いようがないんで、我慢して履いてくださいなんですけど、多分というかずれないと思います。で生地は、オールシーズンより薄手にしてます。ただこの糸が非常に良かったのは、これずっとこう丸縫いっていうしていくんですけどね、靴下って。でパーツパーツで丸縫いをしていって、つなげるんですけど、生地の薄さは、だいぶ薄いです。だけど強度は強い。でこの糸が消臭抗菌で、糖質、まあ速乾ですね、速乾というか汗を吸ってくれる、湿度をなくしてくれる素材なので、もう言うことなしで、履いた感覚はもうサラッサラです。で僕がちょっと、汗かきじゃないので、汗かきの人は分からないですけど、それでもサラサラに近く、今まであった靴下と違って、まあ、湿度を取ってくれる役割はあるので重宝すると思います。で長半ズボン履いたり、こういうレギンスパンツ履く時には本当おしゃれでかっこよく、はい、靴汚いけどって感じですね。まあ一足試してみて損はない靴下って言っても、もう販売してまだ2日なんですけど、9割がもうなくなったんで、これも慌てて再生産してるので、あるうちにどうぞ。